日本のカフェやフードコートなどセルフサービスの飲食店ではカバンなどを置いて事前に席を確保する行為が一般的に行われています。しかし海外では置き引きが頻繁に起こるため、このような席取りはあまり行われません。席にカバンを置いて念のため店のスタッフに見ておいてもらうよう頼んでから席を離れ、用を足して戻ってきたらスタッフごと消えていた、なんて冗談みたいなことも起きるそうです。今回ご紹介するのは東京に住むカナダ人グレッグさんが公開した動画で、日本で置き引きが起きるかを実際に実験してみた興味深い内容になっています。スカイツリーのような外国人観光客に人気な場所に行って、お腹が空いたのでフードコートに行ってみると、こういうテーブルを見かけるだろう。傘がかかっていたり、赤ちゃんが乗っていないベビーカー、持ち主のいないハンドバッグ、ジャケット、放置されたカバン、忘れられたスーツケースとカメラなど、たくさんの買い物客でごった返す場所で席を確保するにはどうすればいいか、椅子やテーブルに何か置けばよい、実際に席を確保するために物を置いたら何が起きるのか、それを確認するために僕は娘と GoPro を連れて行くことにした。置いたのは小銭入れとスマホ、そして買ったばかりの品物が詰まった買い物袋だ。娘は余計に席を使ってしまって迷惑になるからとこの実験に反対していたが、自分のものが盗まれるかどうかにはあまり関心がないようだった。実験中席を探していた人たちには謝ります。1時間ほど待ったが何も起きなかったのでカメラを止めた。このまま続けると清掃員が置いたものに気づいて遺失物になってしまうからね。そこで次はスターバックスに来てみた。ここにも私物を置いてある席がたくさんあった。たくさんの人がノートパソコンで作業をしていることに気づいたので、2番目の実験 MacBook Pro を置いておいたらどうなるかをやってみた。こちらも何も起こらなかったので25分で終了。日当たりの良い席で待ち続けるのは暑くてかなり過酷な調査だった。泥棒が簡単に物を盗むには日本は良い場所なんだろうか。どうやら日本の警察の方が娘や僕よりも我慢強いらしい。彼らは鍵をかけていない車の座席にビールケースを置いて監視を始めた。そして監視すること1週間、ついに盗もうとした犯人を逮捕した。僕の日本での唯一の問題は物を置き忘れてしまうことだ。電車の中にリュックを置き忘れたことがあった。そしてその後に再び置き忘れ。でもどちらの場合も電車のスタッフは1時間以内に僕の荷物を見つけてくれたんだ。それではこの動画に対する海外の反応をご紹介します。すごく興味をそそられる動画だ。私が日本を好きな最大の理由は治安の良さです。何も盗まれなかったことに驚くよ。アメリカなら2、3分で消えてしまう。特にスマホやノートパソコンは。私の同僚が初めて日本に来た時、彼は電車で成田から東京へ、そこから地下鉄で宿泊先まで行きました。彼はたくさん物を持っていたので、地下鉄を降りる時に誤ってノートパソコンを置き忘れてしまったんです。
彼が駅員に事情を説明しようとしていると、反対方向から電車が駅に入ってきました。電車から一人の女性が降りて、彼のノートパソコンを持って彼の元にやってきました。そして彼女はノートパソコンを彼に渡すと、また別の電車に乗って戻っていったんです。彼女は、外国人がノートパソコンを忘れて困っていることに気づき、わざわざ彼のところに持ってきてくれたんです。これはもう10年近く前の話ですが、日本が変わっていなくて本当に良かったです。東京で働く若い独身女性として言えるのは、アメリカと比べて東京はどこにいても安全だということです。イギリスで同じ方法で席を取ってみたらどうなると思う？きっと爆弾だと思われて警察沙汰になるよ。日本は窃盗が少ない国なんだね。シンガポールではポケットティッシュで済ませるよ。わら。雨の日に傘を放置しても盗まれないのか気になる。実際、傘泥棒は日本にもたくさんいるのが現実だよ。私はカナダ出身ですが、私の貴重品が入っていない錆びた車でさえ、2回も侵入されたことがあります。北米の人たちが、日本人の半分ほどでも態度を改めてくれれば、この社会はもっと良くなるでしょう。日本には毎回本当に驚愕させられるよ。ドイツとは全く違う環境だ。最近のドイツはかなり治安が悪いけど、日本はずっと治安が良い国だね。フィリピンでもこういう座席の取り方をするよ。ブラジルもこれくらい治安が良ければ、きっと座席を離れて5分もすれば盗まれるからね。フランスに住んでいるけど、僕はフランスパンやクロワッサンを座席に置いて席を確保するよ。ドイツではタオルを置くことが自分の領域を示す意思表示になるよ。妻は座席を取りたいときはいつも座席に僕を残していく。どうして日本では物が取られないんだ？オーストラリアなら持って30分だね。日本人はアメリカ人よりも順法精神が強いんだろう。日本は物を置き放題だという認識が広がれば、日本は物が盗み放題だと目をつけるやつが現れるかもしれない。物ではなく人を置くことにしよう。それならおそらく盗まれない。京都で買い物して、レジにカメラと三脚を置き忘れてしまった。20分後に気づいて急いで戻ってみると、まだそこにあったんだ。日本を愛してる。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。日本の治安の良さを守りたいって思った人は、高評価ボタンを押してくださいね。また、かえでちゃんは僕の女神だよ。だけでも結構ですので、コメントをお願いします。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。